こんにちは、チョウタケロスです。盛岡で代々木アニメーション学院のオープンキャンパスがあって、あの五等分の花嫁のアフレコ体験ができるということで行ってきました。自分声優事務所に入ってるんですけど、一応五等分の花嫁のアフレコができるし、このクリアファイル手に入るということで、それ目的のために行ってきました。自分風太郎のアフレコをして、若い女の子たちは5つ子のアフレコをしたんですけど、なんかこう、若い女の子たちと五等分の花嫁で、なんか演技をすると、なんかこう疑似恋愛ができそうでさ、なんか疑似恋愛っぽくてさ、なんか、面白かったっていうか、ご視聴ありがとうございました。